世界札、世界札ください。50アルポンドになります。ありがとうございます。ほらマスター、ボサッとしない。お客さんの流れを止めちゃダメ。人気サークルに求められるのは丁寧な応対ではなく、とにかくスピーディーな客回しなの。お客さんの待ち時間を1秒でも減らしてあげるのが最高の接客と心得なさい。先生はあなたよ。私も手伝ったけど、これはあなたの本なんだからね。はい、次の方。ああ、2列でお並びください。新刊2冊ください。すみません、在庫少ないので一限となっております。おお、新刊5冊積んでくれ。ならこっちは新刊10冊いや30冊だ。金なら出す、箱ごとくれ。限定1冊って言ってんでしょうが。完売、完売です。マスター×編集、夜の健全打ち合わせ、ネタ出ししちゃいましょうは完売しました。ありがとうございました。あー、なんとかさばききったって感じね。午前中に完売だなんてすごいじゃない。次からはもっと部数増やしてもいいかもね。おっと、水分補給はこまめに、熱中症には気をつけてね。さてっと、それじゃあ手伝いはここまでね。他の先生方への挨拶回りもしなきゃだし、私はこの辺で失礼するわ。あなたは撤収作業の前に、頼まれたスケブをしっかり終わらせておくように。それだけ人気者ってことよ。最大限の感謝を持って爆速で書き上げなさい。ではでは、お疲れ様でした。こそこそ。そわそわ。僕は通りすがりのファンです。憧れの先生に挨拶をと思ったのですが、ちょっと緊張してしまいましてね。ははは。初対面ですが。おっと、それとも今のはもしかして口説きのセリフだったのかな。ははは、いけませんよ先生、冗談でもファンにそんなことをしては。なんか役作り間違えたかしらね。このキャラ喋りにくいわ。まったくもって初対面ですが。いえ、そんなことはどうでもいいのです。僕はただちょっとした差し入れをお渡ししたかっただけでして、お忙しい先生の時間を奪ってしまうのは本意ではありません。ですのでこちらをどうぞ。迷惑かもとは思ったのですが、ただどうしても一人のファンとして先生に感謝の気持ちを伝えたくて、ちょっと恥ずかしいので手紙は後で読んでいただけたらと。後で読めって言ってんでしょうが。天地神明に誓って初対面ですが。
あ、その、あれです。創作する方々にとっては、もしかしたら理解しにくいことなのかもしれませんけど、好きなものをただ好きだということが、我々一般人にとっては少し怖いことでもあるんです。本当に好きなものであればあるほど、傷つかないよう、胸の奥にしまっておきたい。ああ、いや、そうじゃなくて、そんなことが言いたかったんじゃなくて。もう、まどろっこしい！要するに、あなたのファンはいっぱいいるってこと。たとえ言葉にはできなくても、態度で示せなくても、あなたという作品を陰ながら応援している人はたくさんいるから。あなたは、あなたが思うように生きなさい。どんな結末を迎えるとしても、ファンはそれを見届けるから。あ、でも一部のファンのご機嫌を伺いすぎるのも作品としてはマイナスになりかねないから、やっぱ今言ったことは話半分で。